はい、こんにちは、花房です。花房 TV ですけれども、いつもとはです、いつもですね、主に展覧会のレビューをやっているんですが、今日はですね、ちょっと趣向を変えてですね、グローバルなアートニュース、これまたね、今度からやっていこうかなと思ってるんですが、グローバルアートニュースについて、少し触れたいと思います。でこれちょっとね、ずっとやりたかったので、一つ目ちょっと古いんですけれども、10月、2日ですか、の、記事についてちょっと見ていこうと思います。では早速見ましょう。はい。Our Goldsmith grad students just dumped 31 tons of carrots into the school's courtyard ですね。Courtyard of his MFA exhibition ですから、ですね、修士課程のゴールドスミス、カレッジ、ゴールドスミスカレッジでしたっけ、というロンドンのですね、美術系大学の修士課程の学生ですね、男性の学生が、ですね、31トンの人参を中庭にばらまいたという記事です。で、ですね、作家が多分ラファエル・ペレス・エヴァンスですね、という作家ですね。で彼は、まあ、フランスのプロテスト、フランスの農業のプロテストに、農家のねプロテストに影響されてこれを作ったということです。記事はサラキャスコーンさんの記事ですね。はい、見てみましょう。まあこういうね、この中庭にですね、まあ、大量の人参がですね突如現れたという作品なんですね。読んでいきますとですね、まあ結構長い記事なんでちょっと端折りながらいきますけど、数にして大体24万、すごい数ですよね。24万のですねキャロットが、ばらまかれた。でまあちょっと数えられないぐらいの、だからキャロットは、これね、見たら分かりますよね。この中に、人参の中に、じゃがいもも混じってますよね。で、まあ、これはちょっと、じゃがいもはちょっといくつぐらいあるか分かんないけど、っていう感じで書いてますね。はい。ですね。はい。で、ばらまかれたよ、という、ことです。あ、まあ、MFA、ですね。ファインアートのマスターですね。マスターオブファインアートの、展示ですね。では10月にやってたんですね、これね。でイギリスにこれ、まあだからみんなマスクしてますけどね。はい。まあ、かなり話題になったみたいです。はい。で、このパフォーマンスっていうのは、まあ、ラファエル、ペレス・エヴァンス。で、タイトルがグラウンディングですね。グラウンディング。グラウンドという作品ですね。はい。で、中庭にばらまきましたよと。で、エヴァンスはですね、彼はですね、まあ、農家のファミリー、スペインの農家のファミリーに、育って、でそのプロテストのやり方に非常にインスパイアされていると。特にフランスでのプロテストに、フランスの農家のプロテストのやり方に影響を受けたというふうに言ってます。で彼らがですね、実際にですねストリートにですねポテト、や人参をみたいな野菜をまいてですね、価格、まあ、要するにやっぱり日本と同じように国がですね、多分統制してるんだと思うんですね。その、価格を抑えるということにプロテストする、っていう、まあ、デモですね、デモンストレーション、日本で言うとデモ、に、小さい頃から見ていたということです。まあ、要するに、農家のですね、労働を無視するような国にプロテストする、そういうことを見てきたんだというふうに言ってますね。で、まあ、人々が、労働者が非常に怒っていて、そのコストの問題っていうもの、に対する、まあ、感覚を得たというような書いてありますね。で、ですね、The issue made many farmers dump in protest tons of lemons.Creating a sort of sea of yellow. だからレモンをばらまいた時があったと。それはまるで黄色の海のようだったっていうふうに言ってますね。そうで、グローバリズムですね。グローバリズム、あるいはインターナショナルな流通によってファーマーね、農業、農家のその、価格、農家が本当はね作ってるから、農家が、価格の決定権というかね、
そういうものを持っておくべきなのに、グローバリズムとかインターナショナリズムにさらされて、ガバメント政府が結局政府の権力にさらされてしまうんだというようなことを書いてますね。はい、でどんどんいきましょう。これね実はね結構この後面白くなってくるんですけどね、でまあ、あのシティとか、いろいろなことを考え、シティとルール、あの田舎ですね、都会と田舎の関係なんかのこともいろいろ考えさせられるよねっていうこととか、で the works title comes from the therapeutic technique of grounding って書いてあるけど、あのグラウンドのセラピー的なテクニックとかって書いてあるけどね。The Earth and its electrical energy ですから、まあ電気ですね、のことなんかにも関係してるんだっていうようなことを書いてますね。はい。でこれ結構読みながらやらないと難しいですね。やってみると意外と難しい。まあ、ここはちょっと飛ばしちゃおうかな。で、まあ、この展示が始まって、展示っていうか、まあ、このパフォーマンスというか展示というかが始まってからですね、すぐにですね、まあ、いろんな人が反応したんだということですね。で、これはですね、Times of London という雑誌ですかのジャーナリスト、ジョージ・グリーンウッドってさんがですね、早速ツイートしてですね、誰か知ってるって、こんなキャロット、がゴールドスミスのキャンパスにばらまかれてるぞみたいな感じで言われたと。はい、ことですね。ですごいいいねとか、コメントとかがもうめちゃめちゃついたということですね。はい、でじゃあそうなるとどうなるかっていうことなんですよ。さあね、これファックがありますね。言わない方がいいことかな。まあいいか、中指を立ててるということですね。これどういうことかっていうと、これにですね痛烈にですね批判が出てきたわけですね。どういうことかっていうと、食べ物を無駄にしてるってやつですね。食べ物を無駄にしてるじゃないかっていう、批判が出てきたということですね。でそのために多分このゴールドスミスキャロッツっていうあのアカウントはあのこの批判のためにアカウント作られたんだと思いますね。4277人フォロワーがいますけどね、ということですね。でまあまあこれはまあはっきり言って鈍感な、もうあの全然センシティブじゃないあの鈍感なアーティストの所作だとこういうふうに言ってるわけですね。批判したと。でしかもこの食べ物は結局、人間のね消費、エヴァンスですね、さっきの作家がですね、まあ、答えるわけですね。作家が答えたのはこれはあのー、人間がね食べるための人参じゃなくて最終的に寄付すると。で、人間が食べるには、まあ、スーパーマーケットとかには置けないけど、もうばらまいちゃってるから。でも動物が食べるには可能なんだと。だからその動物の、まあ、育てているような農家、あごめんなさい、酪農家ですかねに、寄付しますってこういうふうに言ったわけですね。はい、でそこまで含めて作品なんだっていうふうに言ってるんですね、というふうに言ってます。はい、だからその食べ物を無駄にするような生産システムについて の、まあ、無駄ですねがあるということについてもハイライトがあるんだよ、そこにハイライトがあるんだよっていうふうに説明したと、ね、いうことです。これはまあ真っ当だと思うんですよ。ただ31頭はすげえ多いけど、まあということですね。ということです。ところがですね、これもですね、そうですね、だからまあまあ同じことですね、ここにいろいろ、The issue around waste are very important って書いてありますね、彼はね、そういうふうに言ってたということなんですね。はい。But、で、ゴールドスミスの生徒たちはですね、エヴァンスのですね、主張を受け入れません。何やったかっていうと、そのキャロットを使って、
ビーガン用の、なんですか、キャロットケーキ、人参ケーキとか、人参スープを作ったと面白いでしょ、ね、そういうですね、こうやり取りがあったっていうことなんですね。で、For his part, Emas is very happy that more artists are responding and creating new artworks and dialogues around the question that the piece ignites、ね、ですから、まあ、あの結果的にその私の作品でいろんなね、アーティスト同士、新たなアーティストの作品が生まれたし、そのアートがレスポンスすることによってアートが作品が生まれたし、まあ、それはすごくいいことだっていうふうに、まあ、喜ばしいことなんだ。で、まあ、対話が生まれたからね、すごく喜ばしいことだっていうようなことを言っています。はい。ですね。はい。まあ、こういう作品でした。で、これはですね、とてもいいやり取りが行われてますよね。まあ、これをね、まあ、ゴールスミス当然ね、許可出してるんだと思うんですよ。なので、やはりこう懐が深いなっていうかですね、まあ、そういうところがありますよね。これはね、問題になったけれども、やっぱりそれを公開でやっていく。で、これは SNS の、まあ、いい使い方だと思いますし、まあ、どちらが正しいというふうに、は言えないけれども、両者があったというこの出来事自体がとてもいいことですよね。だから僕はエヴァンスが言ってる通り、彼はすごくいい作家だなというふうに思いますね。まだゴールドスミスね、 MFA 出たばかりみたいですから、彼がね、またね、次ね、これだけ話題になったらね、次ね、またやらなきゃいけないですけどね、ちょっとプレッシャーかかるかもしれないけど、まあ、この絵とかもすごいいいですよね。ブワーッと落ちてきたんだと思うんですよね。そういうね、作品ですね。これとても面白いと思いますね。こういうやり取りが、まあね、日本でもね、生まれたら面白いかなっていうふうに思いますね。まあ、ゴールドスミスキャロッツっていうね、これちょっと見てみましょうか。ポンと押してみましょうか。これポンと押したらいくんじゃないですか。ね、まだ続いてるのかな。どうなんでしょうね。ちょっとネットが遅くなっちゃうかな。回線がちょっと、どうしてもこういうの撮影してたら遅くなっちゃうんですけど。ああ、でもまあ、新しいのはあんまりアップされてないみたいですね。はい。まあ、あんまり増えてないしね。まあまあ、一時的に作られたっていう感じだったのかな。まあ、これはしょうがないかもしれないですけどね、しっかり残ってるっていうことが重要だと思いますからね。はい。まあ、こんな作品がありましたということです。日本のね、芸大とか美大のね、卒でもそろそろが近くなってきたんですが、ぜひですね、まあ、チャレンジングな作品と、そこから生まれる対話を見たいと思います。ので、期待しております。はい。ということでですね、まあ、こんな感じで、ちょっと短めですけど、ニュースを紹介していくなんていうのもやっていきたいと思っておりますので、皆さんね、こういう動画もまた見たいと、思っていただけたらですね、いいね&チャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いします。まあね、その他コメントなんかもいただければね、嬉しいと思います。はい、以上です。さよなら。